それでは皆さん、おはようございます。ただいま出席委員が定職数に達しておりますので、福祉公安委員会を開きます。これより保健福祉部の審査に入ります。知事提出議案第1号のうち、本委員会所管分科6件を企画議題といたします。直ちに保健福祉部長の説明を求めます。これまでですね、この甲状腺がんの調査の中で、この地域差とこの被曝線量の問題ですけど、この基本調査の問診票、自己直後からこれ4ヶ月間これやったわけですよね。でそういう中で、この避難地域を含む25市町村で悪性疑いとされた方は123名で、そのうち問診票提出者は64名いるそうです。で1ミリシーベルト未満の被曝量で悪性疑いの方は46名で、この7割の方がいる。で残りの34市町村悪性疑いは64名で、そのうち問診票提出者は36名で約半数いると。で1ミリシーベルト以上の被曝線量多い方が悪性疑いの6割を占めているというようなことになっているわけですよね。でこれはその外部被曝線量と、甲状腺被曝線量が無関係でないんだというふうなことをおっしゃっている方もいらっしゃいます。で牧野純一郎という方は、これは実効線量推計値1ミリシーベルト未満被曝の人より1ミリシーベルト以上被曝した人の悪性率は2倍になっているというようなことを分析しているわけですよね。この結果、県民健康調査の結果から、こういう結果からね。で本格検査では被曝線量の多い方が悪性率が高いと、地域差がより大きいことがはっきりしているとこう言っています。で、9月5日のこの32回検討委員会がこれ開かれて、で、串間4地域に分けての検査の集計結果がこれ発表されましたよね。で、悪性ないし悪性疑いの数ですけど、これ2、3巡目の本格検査の発症率は、これ13市町村でね、発症率が 0.061%、 13市町村以外は中通りで 0.031%、 で13市町村以外の浜通りは5万1000人で11人で発症率が 0.022% にもなっているね。で会津は3万2000人で7人で 0.022% というふうなことになっています。でそこでこれは地域差がね、地域にいうところ大きな差があるというようなことも明らかにこうなっているわけね。これはでこういうふうなことからするとね、13市町村の発症率はそれ以外のところから比べるとこれ3あるですよね。倍以上になってますよね。 0.3 と 0.6 だから。で全体の被曝線量 2,3 巡目の検査を比較すると、2、3巡目の悪性ないし悪性疑いは、抗線量側にずれていると、こう言われている、ね。それから、チェルノブイリの例から、事故影響が少ないだろうと思われる1巡目検査と3巡目検査で見つかった発症者の被曝線量を比較すると、2、3巡目の発症者の被曝線量が高いというようなことにこうなっているそうです、分析をすれば。ね、でなおかつ、その先行検査はこれスクリーニング効果だと、ね、いうふうなことですけど、これ2巡目はこれスクリーニング効果はないわけですよね。だからそういう意味ではこれどういうふうなことでそれだけ増えているのかということについて、ね、これは県は県というか検討委員会なんかよく分かりませんけど、しっかりとこれその中身についてこの解析するというか分析するというか、そういうふうなことでこれ明らかにしなければならないと思っているんです、ね。で、こうしたこのいわゆるこの地域差が出ていることに対して、ね、県はどのようにお考えですか。以上、県民健康調査課長。県民健康調査課長。今まさに甲状腺評価部会で、議論いただいて、解析をした上で評価するということで議論いただいているところでございます。地域差があるかどうかについても含めて、検討いただいているところでございます。これはこれ2巡目のいわゆるこの分析っていうふうなことはまだやってませんよね。でこれ2巡目って、1巡目では
検査で見つかったがんは放射線の影響は考えにくいという中間報告になってますよね。中間報告取りまとめはこれ2015年3月ですよ ね。これ2巡目が終わったのは2016年3月31日だというようなことなので、まあ、2年半以上がこれ経過しているわけですね。で1巡目はこんなにそのいわゆる期間を待たずにこれ分析しているわけで、中間取りまとめしたわけね。これだからこれ早急にね、この2巡目の結果をこれ分析しなければならないというふうなことだと思うんですが、これね、そこどうですか部長、これ少しこれ早くやってもらうようにね、まあ、検討委員会なのかよく分かりませんけど、あのしっかりとこの県のね、あの考え方を示して、このなるべく早い時期に2巡目の分析をどうするんだとね、これちゃんとやってくれと、それが県民の安全安心を担保することなんだということでね、これはやっぱりこの半年ぐらいの間にね、この期間で例えば来年のまあ1月ぐらいまでにね、そういう結果を出すというようなことについてですね、あの求めていくべきだと思いますが、いかがですか。県福祉部長、分析あるいはその結果の公表を急ぐべきだというご指摘は全くその通りだと思います。我々としてもできるだけ早く分析解析をして、公にしていただきたいということは、まあ、これまでもお願いしてまいりましたし、これからもお願いしてまいります。これはあのだからね、それはね、まあ、これまで通り その答弁で、ね、つまりこれもう2年も以上も経ってるわけだ、これ、ね、これいつまでんじゃそれ待てばいいのと、何かその2年も3年も待たなければならないね、何か要因というのはこれあるんですか。これ何らかの操作をするとか、あるいは、特段に時間をかける事情があるというようなことは我々は聞いてはおりません。ただ、まあ、医大の方としてもいろいろな体制状況の中で分析解析を進めていると思いますので、結果をいたずらに急がせることによって判断が誤ってはまずいというところも正直思っておりますので、できうる限り早くしてくれというような要請はこれからもしてまいります。次にですね、この手術症例の問題というか、まあ、鈴木真一教授は第28回県民健康調査で報告した154例のうち145例を知って失踪しているんですね。で、第50回日本甲状腺外科学会で報告をして、でこのその中 あの傾向についてね、リンパ節転移は 72%、甲状腺外膜浸潤、これ甲状腺外膜というのがよく分かりませんけど、外っていうものか 40% で、遠隔転移が 2% で進行例が多いと、で全摘は 8% だと、ね、で、まあ、鈴木教授は先ほども言いましたけど、ガイドラインに沿って手術したので過剰診断過剰診療ではないというふうなことをこれ言ってるわけですよね。でこれから見ると、この福島で多発している小児甲状腺がんは、チェルノブイリのその外部被曝による小児甲状腺がんのリンパ節転移や遠隔転移など等の悪性に酷似しているというふうなことも言われています。ね、まあ、つまり非常に似ていると。で、長瀬重信氏っていうこれ甲状腺、これベラルあのチェルノブイリのですね、甲状腺の転移者ですけど、でベラルーシ共和国の子どもの数は200万人いたと、ね、手術で確認された患者の数は450名、まあ、1万人当たり 2.5 名と、5名以上と、これは被ばく線量の測定、疫学的な調査を待たなくても明らかに多いことになるというふうなことを、これは1996年に述べています。でこうしたね、見解からすると、38万人で176名の甲状腺がんがね、手術で確認されたっていうふうなことは、まあ、外部被曝線量の測定、まあ、疫学的な調査を待たなくても明らかに多いのではないかというふうなことを、まあ、言ってる方がいらっしゃるんですね。そのつまり長滝さんのそういうふうなことからして、で今度重松逸造さんというこれまたその甲状腺がんの権威者がいますね。この方も1996年に大部分の甲状腺がん患者、これはチェルノブイリですよ、放射性陽性で汚染された区域に集中してこの発生している、
発生の時間的地理的分布の特徴が患者の増加と事故による放射線被ばくとの関連性はこの明らかだとこう言っているわけです。で現在ね、まあ、1996年に、まあ、甲状腺がんはまだまだこの進行状態にあるとチェルノブイリは。甲状腺周辺組織への浸潤やリンパ節転移、ね、頻度は少ないが遠隔転移も認められると。でこれらの所見は甲状腺がんの増加が単に検診による発見機会の増加に基づくものではないということをこの重町さんは言ってるわけです、ね、でこれさっき課長が機会が良くなったから発見率が高くなったってなこと言ってますけど、ね、これ機会が良くなって吹いたっていうものでもないってここで言ってるんですよ1996年に、ね、この鈴木伸一教授は2015年3月31日に手術症例96例軽度甲状腺外浸潤が38例、リンパ節転移が72例、ね、で陽性だと。でこれを2016年秋に、まあ、国際会議で報告しています。ああそれはその後2016年の国際会議では手術例が125例、軽度甲状腺外浸潤が49例、リンパ節転移が97例。肺への遠隔転移が3例だと、ね、でまさにこの鈴木教授の報告とこの重松永田棋士の、ね、見解は一致しているというふうなことを、ね、私も思うし、まあ、多くの方々がそういう指摘をしているわけですよね。ですから、まあ、ここでねその、まあ、これ県の考えをね、まあ、聞いても、まあ、それは検討委員会に任せておくようなことだけどもね、まあ、そういうふうなことについてね、県はどういうふうにお考えですか、部長。保健福祉部長。さまざまな見解があるんだろうと思っております。そういう分析、あるいはそういう判断をなさる方もいらっしゃると思いますし、そうではないというふうに考える、あるいは表明される方もいらっしゃる。現実に国際的な機関においても、放射線の影響とは考えにくいと。いうような見解も出されている中で、我々といたしましては、まあ、客観的第三者機関であるところの検討委員会なり部会なりというところの議論を進めていただいて、真摯に耳を傾けていただきたいというふうに思っております。はい、これで、ね、まあそれはまあ部長の見解は分かった。でだけどもこの永田さんとかね、重松さんとこれ山下教授のこれ先生なんですよ。ね。そういう方々が、ね、つまりこれチェルノブイリの分析をして、つまりそういうそのこういうことだと言っていることと、ね、これ鈴木伸一先生が報告していることはこれ全くね同様の中身なんですよこれ、ね、だからもっと違ったね、そういう意味ではね、検討委員会なりね評価部会を作らないと私は公平なねそういうこの中身のにはならないというふうに思ってますからね、もっと違ったやっぱり考えを持っている人も含めてね、そういうところに入れていただいて、まあ、よくよくですね検討していただきたいというふうに思いますので、まあ、よろしくお願いしたいというふうに思います。それからこの甲状腺がんのこの把握の仕組みですけど、これなんていうかな、非常にこのまあ全体像をこのつかめないようなこの把握の仕組みにこうなってるわけですよね。でこれこういうふうなそのいわゆるやり方ではこの甲状腺がんのこの状況全体をね把握するっていうようなことが、そういうこの当初の目的がねこれなくなっちゃうんじゃないかと思うんですけど、それについてはどういうふうにお考えですか。ただいまご説明しました9月5日の検討委員会におきましても、委員の中から委員のご意見として、全体像を把握すべきという意見と、県民健康調査検討および検討委員会の本来の目的ではないというご意見もありました。診療情報それから全体像の把握の必要については、検討委員会甲状腺検査評価部会で議論いただきたいと考えています。まあ、全てこれね、甲状腺部会とか何かにこういう丸投げというふうなことだと、これ、まあ、これ、さっきも私言いましたけど、このじゃあ、これ、県民健康調査でね、そのいわゆる医大に委託して、そのいろいろその調査するって、そういうふうな、まあ、データベースを作ってやるっていうようなことは、
あれあんま意味がないと思うんだよね。やっぱりデータベースを作ってちゃんとするってことは、この福島県の甲状腺がんというか、そのいわゆる県民健康調査をしている人たちのデータをどういうふうにこの把握をして、どういうふうにこの、まあ、追跡をして、県民の健康を守っていくのかというふうなことがこう、そのためにこうやってるわけですよね。そうですよね。だからそんなこと言ったら、これ普通のがん検査のように、ね、やってもこれ全く私はね、それと同じようにこうなっちゃうんじゃないかと思ったな、これ。だから、がん検査をやって、で市町村ごとに検査をして、まあ、個人に結果を返すと、ね、でそういう普通のがん検査ともこれ、そういうふうに行っているわけなの で、そうすれば、まあ、大幅にこの予算も、少なくなるし、ね、まあ、一番この分かりやすいと、まあ、そういうふうなことにもこうなるんですけど、これ、どうですかね、これ、部長ね、そういうふうなことにするように、これ、国に求めてないんじゃないですか、これ。県福祉部長。課長が再三ご説明しておりますのは、現在県で取り組んでおります県民健康調査の枠組みの中での話でございますので、例えばその全数調査が必要であるとか、日本国内のみならず世界に向けて放射性影響が小児甲状腺がんとどういった関連付けがあるのかというようなところの科学的な知見を求めるということであれば、一福島県だけでは正直には重いというふうに思っております。これは確かにね、これ福島県だけで重いんですよね。だからこれはまあ、2012年の時にまあこれ国がやるような話なんかもあったんだけど、まあ、それがそのまあいろいろな事情ができなくなってたということがあるわけですよね。だからそのぜひね、これ、どういうふうなことでやるべきなのかということも含めてですね、ぜひ検討していただいて、もし国にね、やってもらうんだったら、国にやってもらうようにですね、福島県はこの返上した方がいいんじゃないかと私思っているんです。だからその辺も含めてですね、ぜひ検討していただきたいというふうに思います。それから、この経過観察者のですね、問題ですけど、経過観察になると、これ、一般の保険診療に移行して、なかなかこの集計というか追跡するのがこれ難しくなるというようなことにこうなってますよね。でこれはそもそもね、この検査はこれ原発事故で始まった話なので、これは一般診療とこれ別枠でこれ考えていく問題だと私は思ってるんですよね。だからこれは県民健康調査として全てこの問題についてまあ把握をしていくと、それ一般診療になってそういうふうなこともなくしちゃうということが、私はこの非常にこの大事だと思っているんです。で、以上、県民健康調査課長。県民健康調査課長。経過観察者の、経過観察の数については、県民健康調査の範囲外になってしまいますので、県務医大も把握しております。二次検査の方というのは、これ何人いるんですか。二次検査でいわゆるそのがんになった方を引くと、いわゆるその二次検査でね、経過観察になったって方が出てくるよね。まあこれはざっくり、その辺は分かりますか。今委員お正しの件は悪性内視悪性疑いの数からっていう、新聞報道では手術数を悪性内視悪性疑いの数から手術数を引いた数を経過観察という形で掲載しているマスコミもございますが、そういう形での数として、把握していないということでございます。経過観察の数は把握で、していないということで、これは診療情報につきましては医師に法律上の義務がありまして、県でも医大でも収集は困難であるという状況から把握できないということでございます。はい、これ二次検査で、つまりその、まあ、細胞診というかね、そういうようなことをやらないでもう大丈夫だというふうな方はそのままこう一般診療に移りますよ ね。一般診療に移った方というのはこれ何人ぐらいいらっしゃるんですか。それは分かんないですか。一応県民健康調査課長。県民健康調査課長。その数については、県として把握しておりません。でこれは把握できないんですか、それとも把握すれば把握できるっていうそういうことになるんですか。これ例えばそのね、二次検査で何名、先行検査で何名、本格検査で何名って出ますよね。
でそこの中で、じゃあこれ、がんで、まあ、細胞鎮圧とかやらないとかっていろいろありますよね。でそういうふうな方を引くと、ね、いわゆるその一般診療に移ったというふうな方の数が、まあ、それなりに出てきますよね。正しいかどうかは別ですよ、1名まで含めて。だからそれがいわゆるその経過観察というような概念にはならないんですか。一応県民健康調査、県民健康調査課長、診療情報について、どう取り扱えるのか、取り扱うといいますか、この委員会に報告できるのかは医大の方に確認させていただきたい。で福島県で例えばこの二次検査やったというふうな方はその何人かってこれ分かりますよね。それは分かんないです。二次検査対象者数は把握して報告しております、はい、でそうするとその二次検査対象者からそのつまり手術したっていうか、まあ、そのいわゆる細胞診やったっていうかそういうふうな方もこれ分かりますよね。細胞診実施数も把握して、報告しております、はい、でそうするとそれ以外の方は保険し、まあ、一般診療というか保険診療に移ったというようなことになりますよね。でその数というのはこうそれから引けば分かるんじゃないですか。一応県民健康調査課長、県民健康調査課長、その精緻さといいますか正確さといいますか委員ご指摘のように一人単位までということではないんだというようなことであればおっしゃる通りで引き算で出てくると思います。ただしそのこととそこで掴んだ方々といわゆるその方々が保険診療に流れてどんな診察診療治療を受けておられるかとかという個人的な症例というところは結びつかない。そこまで聞いてない、はい、おっしゃる通りです。ですので概数としては単純な引き算で出るものと私も思っております、うん、はい。だから私はねそこまではとりあえず今ね第1回目の質問では求めてなかったと。第2回目の質問ではつまりそういう方々がねどういうふうになっていったかということについてやっぱ追跡をする必要があるのではないかと、ね、でそこで今度課長が言うようにいやそれはちょっと診療情報だから分かんねえのか難しいのかってこれ言うと思うんです。だけどそういうふうなことをやっぱ県民健康調査の中でやらないとね私は非常にこの正しい県民健康調査っていうかその福島県のまあ方々にですね県がやっぱり手を差し伸べるってなことに多分ならないと思うんですよね。だからこのサポート事業みたいなねもらう人ともらう人が出てくるっていうことになっちゃうわけですよ。だからねそれはねこの追跡についてねどういうふうにするかってことについてはやっぱりやるべきだと思いますのでそれについてですねその難しいことがどういうねことがあるのかそれは後でそのこういうふうなことをクリアしなければならないってことがあれば後で検討していただいて私の方にその、ご自身で結構ですからお答えいただきたいと思います。いかがですか。保健福祉部長、繰り返しになりますが概数についてはご指摘の通りの方法で、出ると思っておりますので、それはご報告できるというふうに思っております。それとすいませんこの場を借りて、恐縮ですが先ほどの私の答弁で、言葉足らずがあったかというような気がしますので、改めて答弁させていただきますが県にとって荷が重いというふうに申し上げましたのは県民健康調査を継続することが荷が重いという意味ではございませんで全世界に発信するような科学的あるいは学術的なエビデンスを持って今回のケースが放射線影響で、小児がんにどのような影響を与えたのかというのを県の責任でもって発信するのは荷が重いという意味でございますのでよろしくお願いいたします、はい、まあさっきから話聞いてればね県がそういうふうなことができると私は思ってないです。だって答弁がそうなんだもん。さっきの答弁からするとそんなことうちの買っていけねえと分かんないしっていうことですよね。でそれはだから検討委員会とか評価部会の中でやっていただくし、まあ、医大の中でいろいろ議論していただくしかないんだっていうようなことを言ってるわけですね。でだからそんなことばっかり言うんだったらそれはじゃあ国の方に言って国でちゃんとやってもらった方がいいんじゃないですかというようなことを私が言ったんです。まあそれはそれとしていいんですけどその経過観察者なのか保険一般診療に移った方なのかってそのいわゆる、まあ、言葉の問題はあるにしてもですねそういう方々をやっぱりちゃんとこの把握して、ね、どういうふうにこのなってるのかってことについてやっぱ県民健康調査検討委員会県民健康調査の枠の中でこれやるべきだと私は思ってるんですよね。だから
そういうふうなことについてですね、これぜひ検討していただきたいと思いますが、いかがですか、部長。副支部長。これまた繰り返しになるかもしれませんが、県民健康調査のスキームの中でやることと、そこからまあフォローアップ的に出てくる治療あるいは診療といった問題を、我々は専門性がないということを言い訳がましく何度も繰り返していますが、検討委員会の中で委員会としてあるいは県の県民健康調査としてどこまでやるべきなのかという議論も進みつつありますので、その辺も含めてご検討いただきたいと思います。はい、検討、それはそういうふうなことを求めていくという場合に、検討してね、じゃあそこの中にそういうふうなことをしっかりと求めて、求めるということはできないんですか、ね、県の考えとして、ちゃんと県民の安全安心を守るためには、そういうふうなことも必要なんじゃないんでしょうかと、ご検討いただけないでしょうかというふうなことは、それは検討委員会にそういうふうな話を検討してはできないんですか。そういった観点も含めてご検討いただきたいというようなお願いは当然できると思っています。はい、まあ、ぜひですねよろしくお願いしたいというふうに思います。それからこの地域がん登録で対応というようなことがこれ言われていますよね。例えば福島県の方が東京に行ってで、ね、県民健康調査の対象者が東京とか茨城県とか何かに行っていると、ね、でそこでそのいわゆる手術管理になったのか何かというようなことについては把握というのは可能ですか。地域医療課長。平成27年分までの地域がん登録におきましては、各県内に協力していただける医療機関にお願いをして、任意でやっていたということもございますので、県外で発症された方については、補足はできないという形になろうかと思います。で、28年以降の部分につきましては、他県でも同様の仕組みで行いますが、その住民票をこちらに持ったままその向こうで、受診をして見つかった方の扱いですとか、住民票を向こうに移したんだけど震災当時福島に住んでいた方、そういう細かいその 分類や申請をしながらできるかというのは、ちょっと確認してみないとわからないというような状況です。はい、この前評価部会、これなかなか難しいと思うんですよね。ちょっとそれ検討して聞いていただいて、次回の委員会等の中でね、もし質問したら答えていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。はい、次にサポート事業についてですけど、この前回私が質問したですね、この、一時検診を受けたことを前提にね、サポート事業の受給というか、ね、対象になるというか、そういうふうなことについての検討経過というのはどういうふうになったんですか。以上、県民健康調査課長。県民健康調査課長。二次検査の受診要件をなくす方向で、サポート事業を国の交付金を活用して実施しておりますので、国と最終の調整中でございます。はい、部長。これ部長ね、最終の調整だってもこれ課長が答弁しましたけど、これ早くやらないとね、あれはまずいと思うんですよね。これあれですか、いつまでやるってから部長の考えなんですか。前回のこの委員会でもご指摘いただきました通りで、要項を変えればできるだろうということでしたので、現在その変えた要項案で最終的に国と調整中ということでございます。で、私個人的には本当は今回ここまで整いましたというご報告をしたかったんですが、若干その要項の改正部分の調整とかに時間を要しておりますので、今しばらくお時間をいただきたいと思います。それからこのサポート事業のこの受給に対してこの手続きがこの煩雑だと、何回も同じようなこのいわゆる書類を出さなくちゃならないと、ね、いうようなこれ指摘も結構あるわけですよね。だからその辺についてのこれ検討というのはこれどういうふうになっているんですか。そのもっとね、このいわゆる県民の利益のあるようなこれイノベーションをね、これ考えるべきだと思います。いかがですか、部長。部長、副部長、県副部長。ご指摘を肝に銘じて頑張っております。で、あともう一つはね、このサポート事業で、この福島医大以外で手術して実施したっていうそういう方々はですね、どこの病院でどのぐらいの方がいらっしゃるんですか。そ
それについては医大以外の診療事例もございますが、公表はしておりません。これね、ある人から聞いたら県の職員が説明したって言ってんだよ、ね、これね、言うとその他の2割は、ね、医大が8割、その他の2割は福島労災病院、星総合病院、藤田総合病院の手術をしていると県職員が説明していますというふうなことを私聞いたんですけど、ね、これなんでここで言えないんですか。この私が今言ったようなこと、その2割でそうこういう病院でやってるところについては、これは正しいですか、正しくないですか。県民健康庁、県民健康調査課長、これまで、公表してまいりませんでしたので、ちょっと検討させていただきたい。これこの部長、これね、医大が8割でその他が2割だっていうふうなことでも言ってるんだけど、その2割の方々がこの誰がどこで固有名詞上げて言ってるわけじゃないんだよ、ね、あの2割の方は福島労災病院とか諸子総合病院とか藤田総合病院でやってますっていうようなことの、これ説明とかできないですか、この委員会で。そういうところまでは非常に問題だと思ってんだ、これ、ね、これ何にもこの診療情報っていうことでもないでしょ、これ診療情報ですか、そういうことを言うってことは。8割と2割の関係、保健福祉部長、大変申し訳ございませんが、そのようなことを表明した県職員がいるということすら私承知しておりませんでしたので、ご指摘の点についてはそこまで、ご報告できるのかも含めて検討させてください。はい、まあこれね、まあ、ここでいろいろ言ってもしょうがないと思うから、ね、そのいわゆるそういうふうなことについてやっぱちゃんと説明できるような、そういうやっぱ体制を作っていただきたいと思います。それからそのサポート事業 その交付対象者で、この検討委員会の結果から漏れている患者というのはいるんですか。これ分かりますか。サポート事業の実施状況につきましては6月の検討委員会で報告しましたけれども、医大の方の症例の報告とは紐付けができないものですから確認できません。やっぱこれサポート事業の候補者なんだから、それとそのいわゆる検討委員会の数がね、っていうか合ってないかくらいの、やっぱこれは調査を私すべきだと思うんですよ、ね、そんで一方では二次検査でちゃんとしたところに行かなかったから金払わねえって言ってるわけだから、でそういうね、このなんていうかな、非常にこのいわゆる問題のあるようなやっぱ対応ではまずいと思うので、ね、これ調査すべきだと思うんですよ、本当にどうなってんだと。そうじゃなかったらこれね、さっきも言ったけど、これ甲状腺がんのこのいわゆるなんていうかな、このやっと意味がなくなっちゃうんじゃないかと思うんだな、これ全体像というふうなことの中にそういうものも入れていかないと。いかがですか部長。県民健康調査の枠組みを堅持した中で、甲状腺検査の重要性というのは揺るがないものだというふうに思っておりますので、その検査を継続していく中で、診療治療というふうに回った方々をどのようにケアしていくかということのために、このサポート事業があるというふうに私は理解しておりますので、前回の委員会で、ご指摘いただきましたように、サポート事業については現在見直しをかけておりますから、県民あるいはその患者さんの側に立った立場で検討を続けてまいります。はい、まあね、ぜひそういうふうなことでよろしくお願いしたいと思います。次にこの国際がん機関の研究についてですけど、第27回検討委員会でこれ環境省から国際がん研究機関が原発事故の甲状腺検査の在り方について検討を行うと、まあ、そういうふうなことが報告してましたよね。で、まあ、今月中にその報告書がまとまるというような話も聞いたしましたが、この報告書で県民健康調査にこの影響を受けるというふうなことについてはいかがですか。国際がん研究機関との意見交換につきましては、今年の1月に検討委員会、甲状腺検査評価部会委員との意見交換を実施しておりますが、私のどもの方で直接国の方から情報は得られておりませんが、
報告書が出るということについてのみの情報の把握でございます。内容については承知しておりません。これどういうふうな報告書が出るかと私も分かりませんけど、つまりこれによってその福島県の健康調査にね、何かその影響があるというようなことであったら私はまずいと思ってるんですよね。で従来、まあこれまで以上に拡充をして、まあ、しっかりとその県民健康調査をやっていただきたいと思いますが、そこでこの、まあ、それのその中でね、まあ、対象地域をこの狭くしたりね、学校検診をやめたり、その、まあ、問診票とかその他の検査がですね、受けたくないような、受けるのがこの難しくなるような、ね、そういうふうなことがあってはならないというふうに思いますが、その辺についていかがですか。学校検査につきましては、甲状腺検査評価部会で議論いただいているところでございます。検査について分かりやすく説明するということ、それから検査体制につきまして、改めて、議論をいただいて、なるべく早い段階で、それを反映させてまいりたいと考えております。はい、それはあれですか、その評価、学校検診をやめるということが前提ですか。一応県民健康調査、県民健康調査課長、学校検査については引き続き今の体制で継続して実施してまいりたいと考えておりますが、任意検査という部分についてですね、分かりやすく説明をしていきたいということで医大と連携して今取り組んでいるところでございます。はい、これまで通りにやるというようなことなんだけれども、そのアドはないようにね、その次はその検討しないようにしていただいて、まあ、しっかりと学校のですね、検診については引き続いてやっていただきたいなというふうに思います。それから最後にですね、この県内がんのこの問題について、これは地域療法かな。